東京モノレール2000系電車は東京モノレールのモノレール電車。老朽化した700系、800系の置き換えと羽田空港第2旅客ターミナルビル直下への路線延長により必要となる車両運用数を満たすために製造された。1997年8月7日に営業運転を開始し、6両編成4本が在籍する。 主回路制御は開業当時の100型から1000型まで採用されていた抵抗制御から日立製作所製 VVVF インバータ制御とされたインバータ装置に使用される半導体素子はイベットである。また東京モノレールでは初めて電動機を搭載しない不随車が登場し編成中の電動車と不随車の構成は21である。設計最高速度は 時速9 0トルである。車体は1000型に比べて曲線が多い設計になった。これまでの車両は、客用ドアは片開きであったが、この2000型は両開きに変更された。座席は、通勤需要を重視して、ロングシートを主体として、旅行者向けに4人掛けのボックス式、クロスシートを組み合わせた。東京モノレールが採用した日立アルベーグ式では、 タイヤ収納ボックスが床に張り出す特徴があるが、統計形式では、張り出しの上に背中合わせのロングシートを配置した。数と掛け、二人掛け座席も運転席後ろに設置されている。このため、従来の線型より輸送力が10%増強されている。線形及び2014年登場の一万型と運用上の区別はなく、共通で使用されている。また、 2015年7月18日より、2031編成が新塗装で運転を開始し、2019年現在、すべての編成が新塗装に塗り替えられている。ありがとうございます。